どうも皆さん、ティングでございます。新しいゼリー動画のお時間でございます。今回使うのはオークワキングの乳酸パワーゼリーというのを使っていきたいと思います。こちらパッケージには何も書いてないものでございます。リクエストいただいた方ありがとうございました。はい、オークワキングさんのもう一品ですけど、オークワキングさんのところの、乳酸パワーゼリー使ってみてくださいと言われましたんで、今回こちらを購入してみました。最強説が強い白濁系ゼリーということで、今回はまたいいゼリーなんではないかなと思っております。はい、もうパッケージに何も書かない、シンプル設計シンプル設計でございますけれども、こちらをね使っていきたいと思います。ごめんなさい、今ちょっとすみません、一瞬離れましたけど、ちょっと値段見るために、やりました。値段これ300円です、50個入りで。まあ当然送料もろもろかかってきますんで、その辺はまたね、各自確認という感じです。はい、とりあえず50個でゼリー本体の値段は300円でございます。はい、歌い文句はもう基本的にはね、いつものやつです。硬くて液だれがしにくいですよ。でも、保湿力が高くて開けてもずっとしっとりしてますみたいな、そういう感じです。はい、基本的には高タンパクゼリーになりますんで、であとまあね、自然のこう、天然の糖を使ってますとか、まあ、低糖仕上げですとか、そういう、もうその辺はもう、はっきり言って、どの会社も、そんな差が書いてあるようには思いません、俺は。なので、割愛します。ごめんなさいね、作ってる方。ここのパッケージに書いてあったら喋ってもいいんですけれども、一応ね、もうほとんど一緒ですからね、この辺書いてあるの。じゃあ、これは何がいいんやっつうと、乳酸パワーゼリーという名前ですんで、乳酸が入ってますってことを一応、お信されてるゼリーのようですね。乳酸の良さ。一応、オークワキングさんに書かれてるのをそのままお読みしますと、まず、代謝がアップします。ね。代謝が活性化されるというふうに書かれております。なるほど。で、メスの繁殖欲、繁殖欲を高めると書いてますんで、メスがすごくこう、まあ、発情するっていう形なんですかね。繁殖したくなるというような感じみたいですね。はい。産卵前のメス。はい。一応、産後とかの栄養にも当然それはいいんでしょうけれども、繁殖欲を高めますということを乳酸によって売りにされているゼリーでした。はい。これはまあちょっと確かめることはできませんね。この動画で初めて私を知った方ももしかしているかもしれませんが、一応私はカブトムシとかクワガタムシを飼育しているわけではないんですよ。別にそういうわけではなくて、もっと別の爬虫類用の餌、昆虫、まあゴキブリにですね、あげているものになりますんで、ちょっとそのカブクワに対する食いつきという評価ではできないんですけれども、使い勝手とかそういった面をね、お話しできるんじゃないかなとは思っております。はい。じゃあ早速開けていきましょうかね。まあもう、ゴタクはね、もうダラ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 そういう講釈されるのは好きな方も当然、いますし、まあ、それがまあ、ね、持ち味なのかもしれないですが、やっぱね、実際開けてとっとと確認していくというのがいいんじゃないでしょうか。はい。じゃあ、あとのこれは、さよなら。はい、ということで、これでございますね。乳酸パワーゼリー。こんなもんでございます。どうでしょう。まあ、見た感じ、あ、ちなみに日本製ですよ、ゼリーとしては。普通の、まあ、ここ丸っぽいタイプのゼリーですね。ここはま、いろいろありますよね。もうちょっとこう、カクッとしてるやつもあれば、ツルッとしたゼリーもありますし、いろいろありますね。なんかフルーツゼリーっぽいパッケージやつですよね。持った感じは思ったより柔らかいです。思ったより柔らかい。まあ多分このケースが薄いんだと思います。出来がすごく薄く作ってあるもんだと思いますね。はい。なんか見た感じフィルムすごい開けやすそうで、好印象なんやけど、どうなんでしょう。ということで、毎度のことながら、フィルム開けタイムでございますね。ちょっとごめんなさい。足、首直します。はい。ということで、フィルム開けていきたいと思います。まあ、これ大事ですよね。やっぱりこう、数使っていくわけですから。株価は買われてる方って俺の中ですごい数いっぱい買われてるイメージなんで、まあ楽にあげれた方がやっぱいいですよね。うん。はい。あ、おぉ、あー、素晴らしい、ストレスフリー。ストレスフリー社会。いや、いいね。いいっす、いいっす。これ今まで で一番いい部類と同じ同等レベルっす。すっごいスムーズに開いた。すって。これはいいっすよ。めちゃめちゃいい。うん、楽ですね。どこに感動してねんって思われるかもしれないけど、これ大事ですよ。あ、いいですね、これすごく。はい。早速、匂い確認したいと思います。結構その乳酸系のやつ今まで嗅いだつもりやったけど、あ、そう。ですね。あ、ごめんなさい、液だれ見んの忘れてた。液だれ見んの忘れてましたけども、大体わかりましたよね。全く垂れてこないです。一切。もう表面、こう、うるうるしてる感じはあるんですけども、全然その、水っぽい感じはないですね。なんかカチッと固まってる感じはすごくします。しない。匂いしない、これ。全然わかんねえ、これ。いや、確かに今花粉症で、ちょっと鼻が詰まりがちなとこあるんですけども、薬で抑え込んでますから、全然大丈夫なはずなんですけど。うん。さっき掃除で触った土の匂いの方がよっぽど手がする。負けてる。全然匂いしないですね。
まあ今までね、もうすでにあの自分の動画の中では匂いするゼリーイコール食いつきがいいっていう定説はもうなくなってますんで、匂いしないゼリーでも食いつきがいいという説がもう浮上しておりますんで、これは楽しみですね、すごく。今のところ、過去に使ったゼリー、いろいろ使ってるゼリー使ってる中で良かったゼリーの特徴をちゃんとこう持ってますんで、非常にいいんじゃないかなと思ってるんですけどね。ただまあ差が出る、俺が差が体感できるぐらいの、あの、食いが出たりとか、そういうのは多分ないと思うんですよ。難しいと思うんですよ。実際もう多分次の日になったら、すごい食いがいいゼリーって、もう、入れとくと次の日になったら全部なくなってるんですよ。そうすると、比べようがないじゃないですか。あ、こっちとこっちでこっちの方が食いが良かったっていうのは、二つ同時に入れたりすると比べられるかもしれないですけど。なので、ちょっと、あくまでもね、このゼリー単体で見たときに、今までで過去最高ですかって言われると難しいかもしれませんが。ちょっと楽しみですね。使ってみたいと思います、早速。はい。じゃあ皆さんはね、この動画をこの後使ってみた後まで続きますんで。はい。自分はこの後50個頑張って使っていきたいと思います。はい、じゃあ早速、50個使っていきます。はい、じゃあ、大久保キングさんの乳酸パワンゼリー、すべて。パワンゼリーって。使い切りました。はい。でも使い切りましたよ。まあ、これはね、もう正直あんま喋ることないんですけど、大方の予想通り。うん。前半の予想通りでした。非常に食べました。非常にいいゼリーだと思います。これに関しては。まあ、過去最高レベルタイだと思います。あの、タイと言ってるのはですね、過去最高レベルかどうかっていうのは判断できないからです。今までにいいと思ってるゼリー何個かありましたけれども、それらと同列で比較したわけではありませんので、どっちが一番かとか、優劣を決めることはできませんので、過去最高レベルタイという表現にさせていただきたいと思います。はい。非常に良かったと思います。これに関しては買われても後悔しないんじゃないかなと思います。まずね、まあ、入れた瞬間からもう来ます。まあ、レッドローチの数増やしたんで、ちょっと途中で。うん。あの、レッドローチすごい減っちゃって、ちょっと、メキシカンフレーム2のビノがめっちゃ食べたんで、すごい数減ったんですよ。その影響もあって、ちょっとレッドローチ途中で補充したんです。だから、処理する係が増えたっていうのもあるんですけど、入れた瞬間からレッドローチ、デュビア共にガンガン寄ってきます。非常に寄ってきます。これめちゃめちゃいいと思います。ただまあ、あの、いる引数に対して与えてる量がちょっと少ないかなと個人的には思ってるので、そのせいでっていうのもあると思うんですよね。だからそこを差し引いて考えても、まあ、かなり、減りはいいんじゃないかなと思います。液だれとかに関しては全然ないです。このゼリーをこう、バスッとハサミで切っても、ハサミとかからボタボタ全然耐えない。一個前のゼリーとの差がすごい。差がめっちゃすごい。びっくりする。なんか、俺前までどんだけ変なやつ使ってたんやろって思わされるぐらいすごかったです。はい。非常に優秀だと思います。使い勝手に関しては抜群だと思います。悔いもまあ、はっきり言って後悔ないレベルなんかなと思いますね。で、もうね、ここまで来るともう、わかんねえ。ね。本当のこと言って。もう他の白濁、まあ白濁系ゼリー最強説ってことで白濁系ゼリー、まあ基本的にいいと言われてるゼリー白濁系が今のところずっと来てますけれども、同じ白濁系のゼリーを一斉ノーデで比べたら、まあ食いによる差はわかるかもしれないです。でもまあ例えばこの今回の乳酸パワーゼリーさんとかで言ったら、まあ繁殖力が高まるとか、そういった話になってくるわけですよね。もうそれっていうのは長年このゼリーを使ってった中で、まあその実際に生まれてくる個体が大きかったり、生まれる卵の数が多かったりっていう、そういったもう類代とか、そういう長年使っていく中で分かっていくことであって、自分みたいにこう、まあ50個っていう個数ではありますけれども、それを使っていく中では全然分かんないことですよね。だから食いに関しても一斉飲んでて食べさせれば分かるわけですけれども、多分そこで勝負してないですよね。もうこのレベルまで来ると。そこからどんだけプラスアルファ出せるかっていうところになってると思いますんで、そういったとこを正しく評価するにはちょっと難しいかなと思います。まあ今後もだから、まあまだリクエストされてるゼリー、いっぱいありますんで、まあ順々にはやっていきますけれども、その、このレベル、今のこの乳酸パワーゼリーとかと同じレベルか、それ以下かっていう、そういう分け方になってくるのかなと思いますんで、そこだけちょっとご了承ください。それよりもさらに細かい部分が知りたいなっていう場合は、もうそればっかりは、株価は飼育して、ご自身でこうやっていくしかないかなというふうには思います。はい。まあ、一番は、多分、ゼリーだけ単品で買うと、まあ、送料めっちゃかかるんですよ。どこのサイトも。結構ええ送料かかるんです。なので、まあ、ゼリー単品っていうよりはどっちかっていうと、どこかのショップを利用してると。ね。今回の大久保キングさんでも、なんかをそこで買ってる。そのついでにゼリー買うっていうことやと思いますんで、まあ、自分が普段利用してるショップでいいんじゃないかなと思いますけどね。わざわざゼリーのために買えるっていうほどではないかなという気がします。そういう視点からいくと、株クワを買ってなくて、ゼリーだけ。
が欲しい。もうあの餌昆虫のためのゼリーだけを欲してるという爬虫類飼育者、私の動画をよく一番見ていただいている層だと思いますけども、そういった層の方々はプロゼリーに落ち着くんじゃないかなと思います。ホームセンターとかにも売ってますから、非常に入手しやすいっていう点から考えると、まあプロゼリーに落ち着くのはごくごく自然なことなのかなとは思いました。はい、まあこれ言っちゃうと本末転倒で今後あのゼリー動画の意味がなくなっちゃうとこもあるんですけども、でも思ったことは一応正直に言わないとだと思いましたんで、はい、ちょっとまあ一応そう思います。ただ今後もあの一応もう次ね、リクエストいただいてるゼリーあの控えてますんで、すぐそちらの方また使い始めたいなと思ってますんで、リクエストいただいたのは一応きちんと消化させていただけたらなと思っております。はい、じゃあ今回ここまでにしたいと思います。見ていただいてありがとうございました。まあということで、何か別の動画あるいは次のゼリー動画とかでお会いしましょう。お疲れ様です。